皆さん、こんにちは。アンチョビです。ちょっとぶりかなもしかしたらちょっと1週間経ってしまっているかなと思うんですけど、皆様お元気でしょうか今日もね、ちょっと夜に撮影してるので、露出度をちょっとだけ開けているので色合いが変に映り込んでるんですけど、すいませんがご了承ください。で、前回の動画までかな。これね、こちらの本に掲載されている、F のリーフ模様のセットアップ、ベストとネットも、セットアップのやつで、ベストとネックウォーマーのやつがセットアップなんですけど、そのうちのベストを編んでるよっていう話をね、前回までさせていただいていたんですけど、進捗的にはじゃーん、身頃と後ろ身頃と前身頃両方とも編み上がりまして、で1枚はね、ちょっと昨日じゃないやこの間前身頃を編み上がって、ちょっとまだこっちは糸処理してない状態です。あれ、あ、中心の部分にマーカーつけっぱなしだよいしょ。そう、こ前身頃ね、前身頃はまだちょっとこの後糸処理しないとですね、糸処理したつもりでいたけどしてなかった。で、後ろ身頃がこちらですね。後ろ身頃は、昨日の夜、夕方か。夕方ぐらいに、これ、水通しをして、ピン打ちって言うんだっけしました。そしたらね、サイズ感ちょっと心配したんだけど、ピン打ちしたおかげで、そんなに、伸びた感じもなく、まあ、多分ね、何センチかは大きくなっちゃってるかもしれないんだけど、測ってないんだけどね。まあ、でも、大丈夫だと思うんだよね。後ろ、これは背中の部分だから、まあって感じ。ピン打ちをね、ちゃんと、できたかなって、乾くまで心配だったんだけど、ちゃんとできてたみたいで良かったです。綺麗に模様も出ていい感じ。ちょっとね、隙間をちょっとうまく映せないね。模様はこんな感じですね。はい。なので、あとは前身頃を水通し撮影した後にね、そうだ糸処理しなきゃ。糸処理してこれも水通ししようと思います。で、なんかね、計算を間違ったみたいで、ベストの必要数が自然の紬波太っていうので 380g って書いてあったんだよね。で、どっかに、これどこだっけ、で自然の紬波太って書いてあるんだけど、私ね、細い方を見て計算してしまったみたいで、波太までちゃんと見てなかったんですよ。で、わざわざちゃんと波太ってね、書いてあるし、その糸のね、見本みたいなのが掲載してあるんですよ。最初の方のページで、目次のすぐ隣のページに書いてあって、でちゃんと自然の紬っていうのと、自然の紬かっこ波太っ
当って書いてあるやつが掲載しているにもかかわず私に結構あるんだけど、ちゃんと見てないのちゃんと見てなくって、で自然の紬、その波太じゃない方を見てメートル数を計算したもんだから、見て伸びた、めっちゃ余っちゃった2玉と多分 半分ぐらいは多分残ってるね。やらかしたよね2玉と半分かと思って、これ5玉追加で買って、で1玉使ったから3.5玉ぐらい使ったのかな。うん、そうだね、 3.5 玉、違う、いいんだ、 3.5 玉使ったから、ベストアメニア、まあ模様編みだとあれだけど、ベストアメニアちょっと足りないかもなみたいなぐらいの残っちゃったよね。もうね、ちゃん本当にね、いつもちゃんと見てないの。そう、ちゃんと書いてある、ちゃんとそういうの掲載してくれてるのに私がちゃんと見てないそういうことがよくあるね。もうやらかしだよね。なんかせっかくさ板が減るようにと思ってさ、ギリギリの数でいけるかなって思ったけどさね、もうね。でね、波太の方は100g で約 185m のやつだから、まあ明らかメーター数が違うんだよね。波太じゃない自然の紬、波太じゃない自然の紬は 50g で約 134m だから明らか違うんだよメーター数。もう自分何やってんのって感じですこれね 2.5 玉で伸びたでしょね、何編むってなっちゃってる今ねもう自分に本当にびっくり。なんか座布団編むにしても絶対余りそうだし、どうしようかね、困ったもう弱編みじゃないベスト編むかって思ったけど、困ったな。とりあえずこれはちょっと、首元にするにはちょっと私じゃかゆいんだよね。そう、首元にするにはちょっとかゆくって、でやっぱり着るもの、シャツとかの上で上から着るものにするしかないなって感じなんだよね。まあでも薄いし軽いからもう一枚ベスト編んでもいいんだけど、どうしようかねちょっと考えます考えます。はい、以上ですベストはそんな感じで、伸びたのこれが2玉と半分ぐらい余っちゃいました計算ミスでで次はもうちょっとキャストオンしちゃったんだけど、じゃーんじゃーん、皆様これ見てあって思った方いるんじゃないでしょうか。はい、実はですね、湯沢屋さんのこちらハニカムヤーンを買ってしまいましたなんでこれを買ってかっていうと、ちょっととあるショールをすごく編みたくって、ずっとねどうしようかなって考えてたんですよ。で、とあるショールっていうのはモナを使ったショールなんですね。で、モナで編まれたものの編み図なんですけど、
そのモナで編むなら自分に合いそうな色どれかなってちょっと店頭にね、湯沢屋さんに行って実際に見て悩んでみたんだけど、いまいちね、その私がいたところのモナの色合いがちょっと自分に合いそうにないなと思って、で困ったなって思って、ひとまず店内他を見るかと思って、ちょっと覗いたらですねこれね、ちょっとすぐ近くに置いてあったの、この子が、あ、反対だ置いてあって、あ、これならいけるんじゃないと思って、で、まあ、若干こっちの方が太いのを針推奨されてるんだよね。まあ糸がね、このモケモケってモケモケとした糸だから、ちょっと号数モナよりも太い指定だったんだけど、針がなんだけど、これならいけるんじゃないかって思って、ちょっとこっちを買ってみたんだよね。でもうこれキャストオンしていて、じゃじゃーん、ちょっとちょ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 、どうですか皆様、この模様を見て分かってくれる方いらっしゃるかな。ちょっとね、まだ全然編みかけなんだけどよいしょ、ちょっとね、わかりづらいかな。あ、ちょっとわかるかな。これ、私もね、一度編み会でお会いさせていただいたイブアムチャンネルのイブアミさん、私の中で通称イブさんなんですけど、イブさんの三日月ショールです。キャストンしちゃいました、ついに。かわいいよね、このすごくねシンプルな編み方で、本当にねムカズキの形してるんだよね。ちょっと輪針がだんだん小さくなってきちゃってあれなんだけど、本当にねムカズキの形していてかわいいんですよね。でイブさん、イブ編みチャンネルのイブさんがこの針で編みましたよっていうのが9号だったかな、9号で編まれていたんだけど、私9号がね手元になく、いや、あるんだけどどっか行っちゃったどっか行っちゃって、でちょうど8号ならあるからと思って8号で編みました。編みましたっていうか編んでます。三日月ショールね、とても可愛いんですけど、ちょっとが私の今の針のちょっとだんだん短くなってきちゃったから見づらいんですけど、でこの葉に三日月ヤーンはどん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 横幅が広くなってって、縦幅がちょっと狭いのかな、編んでいくときは。でこの三日月のところをね編み進めていった後にフリルを編む感じになるんですけど、イブアムチャンネルのその三日月ショールの動画をね概要欄の方に URL 貼っておくので、ぜひ気になる方は編んでみてください。でやっぱりねこのハニカムヤーンだとモケモケしてるから8号だとちょっと編みづらいかもしれない。このモケモケがね編むときにちょっとやっぱり引っかかりやすいから、9号がある人はイブさんが教えてくださってる号数の9号で編む方がいいかもしれない。そんな感じでございます。もうねこのハニカムヤーンのおかげでねふわふわなの、ふわふわこれねどこまで大きくできるだろうか。なんかその
イブアミさんの書いてくださった編み図というか文章パターンって言えばいいのかな、あれは。あの動画内で見せてくださっているんだけれども、あれをね見るとね、この縦幅、今第一段階のじゃない、フリルを合わせずにこの透かし模様が入ったところ、透かし模様が入ったところが40センチぐらいって記載されてたかな、確か。うん、まあでも編めるだけ編もうかなって思ってるので、多分うん、ガンガン編めるだけ編んじゃうかも。まあその分横が長くなるからどうしようかなって感じだけど、ちょっとね首元に合わせながら長さを調整しようかなって思います。そんな感じかな。うん、もうさすがにね、このハニカムヤーンが大きすぎるから、ちょっと会社に行かなきゃいけない日とかはこの子をね持っていくにはちょっと気が引けるからね。ハンドウォーマー今編みかけのがあるから、あ、ちょっと見せようかな。戻りました、こちらです。この形見たことある方いらっしゃるんじゃないでしょうかこれ梅村マルティナさんのレリーフ編みの本に掲載してある、ロングアームウォーマーだったっけちょっと忘れちゃったんだけど、それをね参考にして編んだものです。よいしょ、だいたいこれぐらいの長さです。ちょっとくしゃってしてるとあれだけど、こんな感じです。うん、で使った糸がキャンドゥさんで以前買ったこちらの糸です。これね、ウール 100% フェードカラーヤーンというものだそうです。こちらね、カラーナンバーどこに書いてあるかな、カラーナンバー、あ、カラーナンバー364番です。で約 20g で約 67m だそうです。うん、一玉でこれだけ編めました。で本当はねもっと長いんだけど、一玉でどれぐらい編めるかなと思って、こんな感じです。で、そのレリーフ編みの本にはね、指定の目数で編もうかなって最初思ったんだけど、ちょっと緩めにダボっとさせたいなと思ったから4目多くしたのかな、確か。うん、4目多くして編みました。で、指定の段数ずつにこのねゴム編みのとこと、なんだっけ、メディアス部分ね、指定の段数で編みました。はい、なので片方ができたんだけど、もう片方に取り、なんだっけ、取りじゃないや、編み始められてないので、あの出社するときとかこっち編もうかなって思います。で糸がね、このちょっと待ってね、こんな感じなんですよね。そうで、これちょっと強く引っ張ると、あの抜けちゃうっていうか裂けちゃうんですよね。そう、裂けちゃうから、ちょっと編む時にちょっと力加減失敗すると裂けちゃうから、あと引っ掛けちゃったりとかね、そう気をつけて編まなきゃなんだけど、こっちを編んでる時にあの毛糸が途中でダマになっちゃって引っかかっちゃって、で思いっきり引っ張ったら裂けてしまってでね、指定通りに編みたかったんだけど、一番最後のこの
ゴム編み部分がね、2段足りてないんだよね。そう。そう、裂けまくっちゃって。うん、絡まっちゃってね。まあでも、2段だけだからいいやと思って。そんな感じで、この子もね、ちょっと、通勤時間とか編もうかなって思います。はい。そんな感じかな。ちょっと、長くなっちゃったね、説明がね。ちょっとね、いろいろ楽しんで編んでおりますので、皆さんもね、体調に気をつけて、編み物など他のね趣味、まあ日記とか、あとなんだろう、最近またね、あつ森やりたいなって思ってるんだけど、編み物してるとなかなかちょっと手がつけられてなかったりするんですけど、まあね、ゲームとかもねまたやりたいなって感じです。はい。まあその前にいろいろ仕事の方がバタバタしてるからゲームまで手が追いつかない気がするんですけど、まあ皆さんも気分転換しながらお過ごしください。じゃあ最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回は編みながらおしゃべりしたいなって思ってるんで、ね、それまでお待ちいただけると嬉しいです。はい、ではまたねー。